奥平氏は、戦国時代に、三河南下ら北東部の作詞地方を中心に活動した日本の士族の一つ。今川氏や小田氏、松平氏、武田氏を経て、徳川氏に侵入した。羊には、各説がある。村上源氏の後裔と自称した赤松氏の一族と称した。武伏政有道支流小玉氏一門片山氏の支流という。家減では、 上州が発祥地と言われている。その後、上州の所領を放棄して、三州に新天地を求め天住したと伝わっている。その三州天獣後では、奥平定だの王おじ、おじ、弟、甥いの四世代で士族を分出するが、それでも名脈を細々と保っているという境遇に変わりはなかった。そこで、宗家は彼らを独立させるよりも、 奥大氏の重臣として厚遇することで弱体化を防止した。その四世代のうちから有力な,な家が重責を担うこととなった。それと並行して奥大氏以上に弱小な在地の領主なども重臣として平等。小領主は五氏が選ばれた。この十二屋が七族五郎と呼ばれる奥大氏の過労衆となるのである。 三河山幹部の称号族に過ぎなかった奥平氏が日の目を浴びるようになったのは奥平貞義の代である元記年間からである。天正三年五月の長篠の戦いでカウを開いた貞義の長男奥平信政は徳川家康の長女亀姫の婿に認められる。亀姫との間には四男一女が生まれるが創生した一子を除き文家を 徳川や五連氏として起こすことを許されるなど、信政の子たちはいずれも、家康の外孫として交流された。そのため信政は、家康の女性として、上野国艦田軍を渡った三万国を領し、関ヶ原の戦い以降は、美野国納を十万国を領した。江戸時代には、大名となり、下谷国宇都宮十万国を領した。後に、武前国中津十万国に、移り領し、 廃藩寺まで存続した。維新後家族に劣し、家族令発布後には伯爵に除される。奥平松平家の家門、信正の末尾松平忠明は、家康の外孫として、また、家康の養子として、松平政を許されて、奥平松平家を起こし、故郷の三河作主藩の初代藩主となった。しかし、慶長十五年に、忠明が伊勢亀山藩に違法されたため、 作手藩は廃藩となり、その所領は天領となる。以降も忠明には天保が続き、摂津大阪藩、山和郡山藩、張間姫路藩主となった。子である松平忠広にも天保が続き、出羽山形藩、下野宇都宮藩、道のく白川藩、そして十万国に、元邦の上再び、出羽山形藩に移されたが隠居した。以後は、貧乏福山藩、 伊勢クワナ藩を経て、武蔵忍藩主として、廃藩を迎えた。維新後家族に劣死、家族令発布後には死者苦に除される。奥平氏実践は、実施、転戦は、用紙、数字は、歴代当主は、同一人物。ありがとうございます。